こんにちは。はい、はい、声が響きますね今日も。いいですよ。今日ご紹介するんですよ。はい、実はもうワラビーズですよね。ワラビーズアシックスですよね、うんうん、まさかの激レア T シャツの可能性が高いんですよ、はい、これね、ワラビーズのトレーニング T シャツという名前で入荷してきたわけですよ、弊社に。はい、今年2324で、うんうん、ただ海外でどうやら売られてないんですよ。海外で売られてない、どういうこと？ワラビーズって一応オーストラリア代表なので、うん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 、海外の売ってる可能性高いですよね、うん、どちらかというとですよ、うんうん、はい、がしかし、なぜ日本にだけ入ってきたのかわからない。なんでだ、わからないので、はい、ウェブ限定ということで販売してるんですけど、はい、いやいいんですよ別に、うちはうちで、しかも日本でもうちしかない。なんかいや今回ね、前言ったかもしれないけど、はい、めちゃくちゃだったんですよ、シックスさん。別にシックスさん悪いじゃないのかもしれないけど、はい、ワールドカップ始まる前ですよね、はい、菅平入って7月8月の段階で、はい、アシックスさんの担当にずっと言ってたんですよ、うん、わらび漬けどうなりますかと、今年、うん、入んないんですかじゃあアシックスで、もうちょっと待ってください、もうちょっと待ってくださいって気づいた8月の頭ぐらいにポイってもう数量はうちに任せてくださいと、もう謎の えとかってもう選べないわけよ、うん、なんならもうオーダーも出してないのに、うん、ある時段ボールがドーンと届いて売ってくださいみたいな状態だったわけですよはい、はい、まあ、うちはいいと言ったよ、狭いの動画どっかの動画で言ったけど、うん、まあいいよいいよっつってやったけどもな、うん、その中でこういうのがあったと。でこれは何ぞやっつったらトレーニング T シャツだと。トレーニング、それは分かるよね、うん、書いてあるから、うんうん、でどこにも売ってねえじゃねえかって話だけどこれは本当にトレーニング T シャツなのか何なのか、うん、選手だけが着るものなのかなんか分かんないわけですよ、うん、情報がないから、うんうんうん、ないままうちも売ってるんですよだから考えないと激アツ激レアの可能性秘めてるんですよ、うんうん、もう出しちゃいけないまま出ちゃったんじゃないかってことかね、はい、なんだかよくわかんないんですけど、はい、とにかくですよ、入ってきてるんだからじゃっていう流れですよね、はい、はい、なんでワラビーズのトレーニング T シャツののは間違いないですよ、はい、で私これね、サイズ S を着ていますが、はい、これ確か海外サイズですよね、アシックスね、見えない老眼、こういうの老眼って見えないです、うん、見えます、女子見て、はい、これ見て、いや、これ見て、これ見て、はい、海外サイズ、海外って書いてある、海外サイズ書いてある、ね、書いてない、うん、海外サイズですいいんですよ、すいません、海外か日本かっていうよりも私が着るとこういうことです、うん、で私が着てサイズ S で、うん、こんな感じでちょっとゆったりしてるってことは確実に海外サイズですね、日本の S の脇がある、はい、でございます。だしワラビーズなんで日本サイズで作るわけないですね、うんうんうん、でございます。はい、どうですかね、何色って言いますこれ、大体なんかこれは知ってるんだよ、グリーン、あれこれベルベットなんとかじゃなかったっけあれベルベットパインじゃなかったっけだよね、ベルベットパインが緑ですよね、はいはい、これクリームは何、これクリームってことですね、クリーム、わからない、いろいろわからないですよね、うんうん、あれツルツルしたポリエステル生地の T シャツですごい非常に何だろう、クオリティは高いんですよ、うんうん、高いんですが、はい、色はわからないですねこれ映ってる、白と、はい、映ってます、白からクリーム色もかけてこう、うんうんうん、グラデーションしていくみたいな、はい、そんな感じですよね、うんうんうん、はい大丈夫ですかそれで、はい、でアシックスはプリントかなこれ、ちょっと貼った感じね、貼った感じ、シューって塗ったやつじゃなくて、うんうん、プリントプリント剥がしてるんです、圧着プリント的な、はいはい、でこっちはですね、まあ、今年のモデルと同じですよね、このなんていうの、このエンブレ、うん、縦の中に、はい、ワラビーズっていう刺繍が入った、うんうん、他のトレーニングギアと一緒のが、ここにパッチ刺繍が入っているというわけでございます、はい、どうですかね、何なんですかね、どう思います、だってこれ以外に緑色のトレーニング系とか出てるんですよ、うんうん、なんでこのクリームが出たのか、ちょっと僕の経験値とかを総動員しても意味がちょっとよく分かんないですね、分かんない、どうだったの、3色目を作ったのか分かんないな、ただちゃんとこの緑を入れてんだよね、さっきみんなの共通のね、うん、うん、ごめんなさい、
あのさすがの私にもこの理由はわからないので、あのいつかそういう意味で自慢したい方はおすすめです。これ激ラなんですよ。それはおすすめです。はい、もちろんですよ、アシックスさんから入ってきてますんで、アシックスさんから入ってくるということは、うちはですね、うん、いろんなスポーツ問屋さんを経営で入ってくるんですけれども、うん、から入ってきているので、うん、あの間違いないです。あのなんていうの、偽物のことでは間違いではないので、うん、ご安心をしていただければというふうに思っています。これあれですよね、ウェブ限定で売ってるってことですね。そうですね、店舗にはないってことですね。はい、というわけで、こちらで店舗では置いていないと、はい、ウェブ限定商品となってますので、はい、あのぜひですね、ウェブの方からご注文いただいて、こちらいつもの他のいうウェブとは違ってですね、海外トリエスとかではないので、うん、ウェブで頼めるものは基本的に全部 在庫が置いてある、はい、うちの物流倉庫に置いてあるんで、すぐ出します、うんうん、ただですよ、最近多いのが当たります、はい、これと例えば海外入荷のジャージとかを一緒に頼まれると、はい、これがまた厄介なんだ。あの、いいんでしょ、お客様何も悪くない。あの、海外から入ってくる。うんうん、ただ、こいつは、うちの物流倉庫にある。はい、さあ、困ったと。うん、だ先に物流倉庫からうちに取り寄せといて、これが次第を送るパターンが、パターン A ね。はい、パターン B は、はい、にここに届く。ここに。うんうん、海外から、はい。それを倉庫に移して、倉庫から一緒に送る。はい、この2パターンが考えられます。はい、基本的に前者になります。いろんな事情によりどっちになるかわからない。で、ない、どっちになるか何か問題があるかというと、実はですね、物流倉庫から出すときは、ヤマトさんなんですよ。はい。あの、宅急便のね、はい。で、この日本橋、うちの事務所から、うん、まあ、この、ここから発送する場合は、うんうん、日本、U パックなんですよ。うんうんうん。その違いです。そうするとですね、あの微妙にですね、指定される時間とか違うんですよ。1時間ずつぐらいずれてたりとかするんですよ。だからややこしいなとか思いながらもですね、ぜひそこはですね、昨今のあの物流の問題もありますけれども、うんうん、ぜひ温かい目でですね、その1時間2時間単位のご指定はですね、厳しいと、あの別にうちがとかじゃなくて、はた、あの配達する方の身になってみるとですね、なかなか厳しいんですよね。なんで1回再配達でですね、一回受け取ってからですね、再配達伝票を使ってですね、受け取れない場合ですね、はい、ビシッと再指定していただければと、はい、いうふうに思っております。まあ、大変なんだよな、あの世界。いや、思いますよ。うちもやっぱりウェブメインじゃないですか、はい、の会社じゃないですか。だから、本当にね、わかるんだよな、いろんなことが。で、あの、どこもさ、大資本とかの方たちはさ、送料無料とかさ、どんどんやってってこう削っていくわけよ、自分の身を、はいはいはい、だけど、俺一番嫌だと思ってるのが送料無料ってやつでね、はい、送料無料にはならないんですよ、はい、だっては運んでる人がいるんだから、うん、ただで運ばないじゃん普通、うんうんうん、ね、事前事業者ねんだから、うんうん、誰かが動いてその人の生活もあるわけだから、うんうん、無料じゃないよねっていう、うんうん、送料はうちがサービスします、うちが立て替えますとか、立て替えとか、はい、なんていうの、あなたのために、お客さんのために代わりに払ってるんですよっていう言い方はわかるんだよね、うん、だから送料サービスしますとかね、うんうん、いいんだけど、送料無料っていう形でやっぱり引っかかるんだよね。なんか無料でしょとかって、いや無料じゃないなって思いながらも、うん、そこです、難しいんですよ、そんなこと言ってもしょうがないですけどね、はい、ウェブの世界って大変なんですよ、ウェブって EC サイトの世界これから変わると思いますよ、いろんな意味で、うんうん、まあうちもですね、流れに乗ってですね、あの、はい、置いていかれないようにですね、はい、若い人たちの意見も聞きつつ、はい、頑張っていきたいというふうに思っております。はい、話それましたが、はい、今回ご紹介したのはこちら、ワラビーズの、2324モデルのトレーニング T シャツなんですけども、はい、カラーがクリーム、こちらだから世界で販売今のところされているのは見たことがないという商品でございます、はい、ウェブ限定商品となってますので、はい、店舗の方に来てもご用意はございません、はい、なのでウェブの方で必ずね、あの唯一店舗の方でお取り、あの来ていただけるようなことがあれば、はい、店舗受け取りを選んでいただければ、はい、店舗の方でお渡しすることも可能でございます。はい、はい、というわけでよろしければ下のリンクの方を見てみてください。はい、ではバイバーイ。バイバーイ。